並べる語、遊び方の説明です。並べる語は、ディスクを置く、盤面を回転、ディスクを移動させることで、新たな展開が広がる新時代の対戦型頭脳ゲームです。それでは、並べる語の価値の条件を説明いたします。自分のディスクを縦、横、斜めに、 5枚並べれば勝利となります。はじめに商品セット内容の確認です。回転盤用つまみを回転板に差し込み、本体中央にセットします。使用するディスクは10枚、8枚は本体のポケットに入れます。残り2枚はこの場所に置きます。 対戦開始です。自分の番で「置く」「回転」「移動」の3つから選びますそれでは詳細を説明します1「置く」とは自分の手持ちのディスクを盤面に置くことです2「回転」とは本体中央の回転板を回すことです しかし対戦相手が回転した後、連続で回転はできませんまた同じ人が連続で回転することもできません3移動とは盤面にある自分のディスクを一マス動かすことです中央の回転板がポイントです自分のチャンスを生かすも相手を阻止するにも 有効ですすべてのディスクを使ってしまうと回転、移動しかできませんディスクを取っておくのも作戦ですさあ、早速対戦してみましょうこのゲームの楽しさ、奥深さに気がつくはずです試合開始です置くか、回すか、動かすか 新五目並べ、並べる後。